薬品だ。料理をしてるってことではなさそうだな。この匂い、そうか、フィスティックを作っていたのか。器具はほとんど持ち出されて、残っているのは壊れたものだけだ。窓が開いている。ベッドには靴跡。誰かが急いでいたようだ。これで合点がいった。随分と危険な取引のようだ。不揃いの足跡。誰かが走り抜けたようだ。ここで少し止まり、隠れてまた走って逃げた。額に傷がある。クルベルトだ。背中に石弓の矢を受けている。この深さは近くから撃たれたな。おそらく村かその方角からだ。石弓か何かの矢だ。それに足跡も深いな。撃ったのは重装備の兵だったよ。爪の跡だ。丘の方へ向かってる。行くなら今のうちだぞ。設計図か。書かれているのはオフィルの記号のようだ。意味を教えてくれる人間を見つけるか。
っと早く。ここが炎のバラの騎士団の新しい拠点か。居心地が良さそうだな。おい流れ者、何しに来たか知らんが忠告してやる。今すぐここから出て行け。ああ何を突ったってんだ。脳天に一撃を食らいたいのか。中に何があるのかと思ってな。フィスティックのような匂いがする。見せてくれないか。ああダメだ、ダメに決まってる。おふざけは終わりにしよう。三つ数えるうちに消えないと知らないぞ。いいな、一、二。もっといい考えがある。百まで数えていろ。いいな。三、四、五、六。その調子だ。さあ、そこをどけ。七、八、9 10 11 12 13 14 15 16。やむを得ん。なんだ貴様、一体何者だ。ウィッチャーだ。お前たちの言葉では変異体か化け物だな。呼んだ覚えはない。炎のバラの騎士団が人殺しやこんなものの製造に手を染めるとはな。ああそうだ、本当は虐げられた人々を守り永遠の炎への信仰を広めなければならない。だがラドヴィットに騙されたのだ。奴は約束を破り同胞の騎士たちを増兵のように前線に送った。そうして騎士団を弱体化させたのだ。奴らは我らの土地を奪い財産を没収して戦争の資金とした。奴に従った騎士はウィッチャーハンターとして動員された。その扱いに怒り反旗を翻した者たちは投獄されるか追放された。もう騎士団はわずかしか残っていない。新天地を見つけなければならないのだ。悪党に転職か。そいつは賢いな。デネルのジーグフリードが知ったら何と言うか。デネルのジーグフリードなら。待て、なぜ彼のこと。お前はリビアのゲラルトだな。ジャック・ド・アルデルスベルグを殺したやつだ。ああ、やり直せるとしてもやはり殺すだろう。あれが騎士団の没落のきっかけだった。
お前が元凶だ。呪われた変異体め、剣を抜け。わめくな。もっと丁重に頼むことだ。無駄だ。俺を見とけ、兄弟。死んでもらう。死ね。放っておけ。一斉にかかるな。ノビグラドは秩序ある町だ。夜は危険だ。仇は撃ったぞ。あら、やってくれると思ったわ、のぞき屋さん。さすがね。で、どこのクソったれがやったの？クズどもだ。炎のバラの騎士団の連中だった。それでどうしたの？焼けた鉄を押し付けてくれた？目玉をえぐり出してくれたの？ただ殺しただけだ。まったく、顔はいいけど愛想のない男ね。ほら、覗き屋さん、お金よ。景気づけの一杯ぐらいなら買えるでしょ。